はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはフジテレビということでですね、今、フジテレビのアナウンサーがですね、ステマ疑惑で金銭トラブルが起きておりまして、ネットでボッコボコにされております。ネットで袋叩きにされております。いや、これがですね、マスコミのですね、倫理観がですね、ないところがですね、もろに出たと、僕にはですね、これね、闇営業。僕にはこれ闇営業にしか見えないんですけれども、吉本の時はですね、あれほど叩いておいて、自社のアナウンサーが行っている闇営業は全く叩かない。これがマスコミでございますというですね、ちょっと笑える記事でございます。で、これね、何かというとですね、まずこの記事読んでいけばわかるんですけれども、簡単に言うとですね、女子アナなんですよ。これ女子アナがですね、公共の電波を使ってですね、得た自分のこの知名度を使ってですね、エッセサロンに行ってですね、無料でですね、サービスを受けたと。でもね、無料でサービスをですね、受けさせてあげる代わりにですね、あなたがですね、このね、うちのエッセに来ているっていうこの情報をですね、写真に撮らせていただいて、SNS でですね、使わせてくださいいよっていうことをやっていたというお話なんですよね。まさにステマ。うん。要するに、アナウンサーがですね、結局ですね、ただでサービスを受けていたと。で、これですね、俺明らかにこれ闇営業だと思うんだけど、会社にですね、どうも報告を言ってなかったみたいなので、会社に報告をせずですね、まあ、金銭を受け取っていたわけではないけれども、自分が金銭を払わずにサービスをね、と提供を受けていたというお話なんですよ。で、ここまでであればですね、ギリギリセーフかもしれないけど、こっから先がアウトで、ね、アナウンサーの方がですね、やっぱりこれまずいからですね、写真取り下げてくださいよって突然言い始めたらしいんですよ。いや、であれば、サービスの対価としてお金を払ってください。どうしてって言い始めてるというお話でございます。はい。汚い話だね。で、これがですね、SNS で一気に拡散されてしまってですね、フジテレビのアナウンサーっていうのはどうなってるんだと。そもそもこれっていうのは闇営業じゃないのかと。ふざけるなというお話になっているというですね。でもこれね、テレビ局ではですね、多分ね、よくある話なんだよね、これね。フジテレビもですね、まだですね、このアナウンサーは罰してないんですよ。なぜかっていうと、多分ね、他の社員とかもですね、似たようなことをたくさんやっているからなんだよね。うん、で、地方のテレビ局なんかでもこれよくあることですよ。いや、めっちゃよくあることですよ。うん。いや、だからね、なんだろうな、僕が知ってる限りで言うとですね、ちっちゃい話。地方のテレビ局なんかで、なんだろうな、旅館とかあるじゃないですか。旅館とかを、まあ、番組で取り上げたりとかするでしょ。私はそうね、ロケハンだとか言ってですね、1週間とか10日くらい前にですね、クルーを連れてですね、ロケに行くんですよね、事前のね。うん。で、その時にですね、旅館からですね、いやー、今回ね、無償で取り上げていただけるっていうことで嬉しいわ、これサービスですって言ってですね、ご飯がタダで出てくるとかね、昼食はタダになるとかですね、そういうことね、割とちょいちょいあるんですよ。で、まあ、そこまでって、これはですね、常態化してるんだよね。でも厳密に言うとですね、こういうことはやっちゃいけないのよ。やっちゃいけないんですよ。だってですね、そのクルーたちのですね、っていうのは、そのテレビ局というですね、影響力の名のもとに、そういう、まあ、今回はね、金銭的ではないけれども、サービスの提供を受けているわけじゃないですか。それってなんかおかしいでしょ。いや、絶対にこれおかしいんですよ。うん。こういうことがですね、よくある。よくあるのがこの業界。よくあるからですね、放置をしていて、で、これがネットに取り上げられてですね、結果としてですね、今、ネットでそう、袋叩きにあっているというお話なんですよ。ちょっとね、これがね、また出てきちゃいましたね。マスコミの不祥事。でもね、マスコミはね、身内には甘いからですね、一切地上波では取り上げずという形でございます。ちょっと面白いから私取り上げちゃう。行きますよ。はい。マスコミの汚い話、行きますね。はい。フジテレビの女子アナによるステマ疑惑が金銭トラブルに発展した理由と、はい。先日から話題になっていたらしいんだ。僕知らなかったんだけどね。うん、話題になっていたフジテレビ女子アナのステマ疑惑に、新しい問題が発生したのは、この、ごめんなさい。この新しい問題がですね、非常に問題なんだよね。うん。で、エッセサロンを無料で利用していた女子アナとサロンの間でトラブルが発生していたんですよね、これね。うん。で、4月にはですね、フジテレビ複数のアナウンサーが美容室から無償でサービスを受け、その代わりに自身の写真を使わせていたとして、週刊文春でステマ疑惑が大きく報じられていたらしいですね。うん。で、今回新たに発覚した問題は以下の通りだと。フジテレビの女子アナがエッセサロンで30万円分のサービスを受けたそうです。すごい。で、その見返りにですね、無償で写真の掲載を認めたそうなんですね。うん。で、30万円のですね、サービスをタダで受けさせてくれるんだったらですね、私がね、女子アナである私がですね、エッセサロンをですね、あなたのサービスを受けている写真をですね、使ってですね、広告にしてもらってもいいですよっていうことをですね、勝手にやったっていうことなんですね。しかし今回のステマ騒動を受けて、削除をエッセサロンに依頼をしたが、削除をしてもらえず困っているらしいんですよね。で、それは当然なんですよ。サロン側としてはですね、宣伝の対価として無償のサービスを提供して
したんだから、もし削除をしろって言うんであればですね、代金を払いなさいと対立していると。これ対立する理由がわからんのだよね。代金払うの当たり前じゃないの？当たり前じゃないの？君たちはなんか、盗賊か何かなのかな？うん。そんな状況だと言うと。っていう話なんですが、これでどう考えてもですね、エステサロンの言うことに一理あるんだよね。だってさ、ね、広告として写真を使わせてもらうから、ただでね、サービスを受けさせてあげたのに、それがダメっていうんだったらお金を払ってくださいっていうのは当たり前のことです。で、これに対してね、嫌だって言ってるのが、フジテレビの上司らしいんですよ。すごいな、すごいな。うん。言い分が食い違っている部分がいくつかあるものの、問題が発生していること自体は事実のようであると。各社のですね、取材に対してフジテレビは、前回のトラブル同様、弁護士と相談したが、ステマに該当しないと回答しているそうです。で、筆者の見解はですね、フジテレビの回答通り、ステマではなく、ステマ疑惑でもなく、立派な金銭トラブルでございますと。確かにそうだね。確かにそうだね。で、なぜステマ疑惑が金銭トラブルに発展したのか。前回、今回とも女子アナ個人が批判の矢面に立っているが、問題の原因は SNS の使い方を厳密に定めていなかったフジテレビにあると。まあ、これは確かに一理あるんだよね。で、そして、ステマ疑惑はさらなる深刻なトラブルに発展しかねないんですけれども、フジテレビを含めて多くの人がそれを認識していないと。いや、実はそうなんですよ。例えばこのステマを勝手に放置しておくとですね、気がついたらですね、反社の会社、ね、反社組織とですね、知らないうちに関わってましたっていうね、吉本みたいな問題になりかねないんですよ。それを分かってないですよね、フジテレビって。不思議だね。うん。で、今回のトラブルは前回の記事、女子アナのステマ疑惑に揺れるフジテレビ、グレーなステマの難しさで指摘をした懸念が、そのまま的中しているような状況だが、改めてフジテレビの問題を論じてみたいと。うん。エステサロンと金銭トラブルの発生と、ステマ疑惑と指摘をされたことで、エステサロン側も、問題があるかのように思っている人もいるかもしれないが、報じられた記事を読む限り、サロン側に全然問題はないと。僕もそう思うよ。うん。エステサロンは、フジテレビの女子アナに SNS に出てもらう代わりに、無償でサービスを提供しましたと。にもかかわらず写真を削除しろと後になって要求をされた。だから通常の利用客として代金を請求しましたということで、違法行為もなければ倫理的に問題のある行為も全く見当たらないと。これは当たり前のことですよね。当たり前のことですよね。うん、で、これをね、拒むフジテレビの方が明らかにおかしいんですよ。うん、で、自社の SNS アカウントで自社の宣伝を行うことをステマとは言いません。確かにそうです。うん、これがタレントや女優、モデルであれば話題にもならなかったでしょうと。金銭トラブルになった理由は、削除をするなら代金を払ってほしいと要求されたことが原因のようですねと。サロン側は前日の通り、無償サービスは SNS に出演してもらう見返りであって、削除はですね、代金を受け取ってからでないとできませんと。取材の時点でですね、代金の支払いは受けていないから削除も断ってるんですよと。めちゃくちゃ当たり前のことを言ってます。サロンの経営者の知人を名乗る人物がメディアの取材に答えていると。で、一方でですね、女子アナ本人はメディア取材に対して、知人の紹介でサロンに行ったら写真を撮らせてほしいと言うから要望に答えただけで、契約を交わしたわけではないと。いや、奇弁でございますな。あくまで友達付き合いの延長であって、宣伝の対価に、無償サービスを受けたという認識はないという回答だという方法で、何を言ってるんだろう。お前、無償でサービス受けてるだろ。無償でサービス受けてるんでしょ。何を言ってるんですよね、この女子アナはね。うん、で、会社にもですね、このトラブルは報告したが、エステサロンは SNS に写真を掲載するときは、事前に確認するという約束を守っていない。だから写真の削除をお願いしたが、削除をしてくれないと。削除をしてくれるんであれば代金を払うつもりだが、 SNS でブロックされているのでサロンと連絡は取れないというと、うん、SNS でブロックされたら完全にサロンはと連絡が取れないというのは、何はサロンの場所を知らないのかな、うん、サロンのなんか SNS でから見たらですね、どこに電話番号はここでですね、住所はここでですね、責任者は誰で全部載ってるはずなんだけれども、うん、SNS でブロックされてしまったらもう連絡が取れませんということらしいんですよね。そんなわけねえだろ、お前どこの人間、うん、アホなん、うん、30万円分ものサービスを無償で受けたことについては認識が甘かったので、今後は気をつけるということで、認識が甘かったでどういうことなんだろうね。よう分からんね。双方に言い分があり、事実関係が不明な部分もあるが、少なくとも写真の削除と代金の支払いで揉めているということは事実のようですと。では今回のトラブルで一番悪いのは誰かと考えれば、他社の SNS に出ることを明確に禁止をしていなかったフジテレビであると。これ確かにね、これ甘いよね、うん、対応はね、うん。だって、吉本のことをあれだけ叩いていたくせにですね、自分たちにはこんな甘いのちょっと変だよね、うん。加えて、ブロックされているから連絡が取れないと、トンチンカンな回答をしていることから、すぐに解決すべき重大な問題であるとの認識
識が女子アナにもフジテレビにもないことが分かると。いや、これね、これね、変にルールを作ってですね、解決しようとしちゃうと、他にもいっぱいネタ出てくるんですよ。この手のネタね、テレビ局周り山ほどあるからね、これね、文春もこれ用意してんじゃないかな、多分ね。うん。で、報道に関わる女子アナが特定の企業から無償でサービスを受けた上に、金銭問題を抱えていると、これはすでに個人レベルの問題ではないんだよと、ブロックされていて連絡が取れないと報告を受けた上司は、さっさと電話して代金払って今日中にでも写真を削除してもらえと、激怒してもいいトラブルだと、うん、お前はアホか、ど素人かみたいな話だもんね。うん、で、SNS 出演を禁止すれば防げたんですよと、確かにね、現状でフジテレビはステマではないと答えているだけで、就業規定違反で処分をしたといった話は出ていないというのが、状況だったのだが、記事を完成させて公開する直前の5月28日にフジテレビから、処分が公表されましたと、それを受けて一部過失修正を行ったみたいですね。毎月の、定例社長会見に代わって行われた記者クラブの質問に対する回答は以下の通りだと、読んでみましょう、うん、アナウンサーに、ステルスマーケティングの疑いが報じられた件についてですがと、はい、外部の弁護士も入れた詳細なヒアリング調査を実施した結果、社員就業規則に抵触する行為が認められましたと、おや、言い方が、内容が変わってきたね、うん、対価性があるのではと疑われるような行為については放送人としての自覚が問われる、行動であり、関係者に対し厳正に対応したと、指導が行き届いていなかったことなどに対して社としての責任を痛感していると、今後も社員に対してはですね、放送に携わる者として自律的行動を取るように指導を徹底していくと、はい、ニュースリリース、2021年5月の社長会見について、フジテレビジョン株式会社と、うん、で、これまでもですね、多数のメディアでステマ疑惑として報じられたとはいえ、女子アナ個人が起こした些細なトラブルとして芸能ネタ扱いだったものが就業規則に抵触、厳正に対応と公表されたことで全国紙や通信社までが報じるニュースに格上げされた格好だと、うん、まあでもこれはでも必要な対応ではあったよね。で、筆者はですね、前回の記事で女子アナには自身のアカウントでステマの禁止はもちろん、商品やサービスを紹介する際には明確にルールを作ると、金品をもらった場合は宣伝を禁止する、他社の SNS アカウントに出演することも禁止するべきと書いたと、うん、ステマ及びステマ疑惑を防止するためにはこれくらいのルールは最低限必要となると。で、他社の SNS アカウントに出てしまえば、今回のように削除をお願いしてもですね、対応してもらえないといった、コントロールできない問題が発生しますと。まあ、確かにその通りなんですよね。で、友達と一緒に撮った写真を勝手に宣伝に使われたならば、落ち度があるとは言えないが、エステを運営する企業が写真を使わせてほしいということであれば、宣伝以外の何者でもないではないかと。うん、だから女子アナの認識が甘すぎるとか、非常識とかを批判してもしょうがない。SNS に対してどのような認識を持つかは人によって異なります。初めからフジテレビが社内規定と、そして他社の SNS に出ることを禁止、違反すればですね、懲戒解雇もあり得るよと、厳しくルールを定めていれば今回の問題は簡単に防ぐことができたんです。で、今回の問題はあくまで女子アナ個人の問題ではなくて、フジテレビの企業としての問題なんです。これはもう間違いないと思いますよ、うん、で、4月の30日定例社長会見の代わりに、ステマ疑惑へ書面で回答した際には引き続き事実関係の詳細を確認しておりますが、その結果を踏まえ改めて放送に関わるものとしてふさわしい行動を取るように指導してまいりますとコメントをしていると。本来処分指導されるべきは女子アナではなくてですね、週刊誌で報じられるまで問題行動を放置していた経営陣であると。でもね、何回も言うけど、こういうですね、小金の稼ぎ方、小遣いの稼ぎ方を、テレビ局の各社員はよくやってます。ここをですね、封じてしまうとですね、テレビ局に勤めるですね、メリットが減っちゃうじゃないかっていう奴らもいっぱいいると思いますよ。まあ、これがフリーのアナウンサーだったら問題なかったと思うんだけどね。うん。で、現在もステマ疑惑は女子アナ個人が起こした問題と認識されているが、実際はですね、宣伝に堂々と写真を使わせていたことから、就業規則に違反している認識はゼロだったんでしょうなと。だって、今まであの人もいっぱいやってきたじゃないって多分思ってるはずです、女子アナは。今でも思ってると思うよ、うん、そして複数の女子アナが同じことをやっていた点を見ても、組織として管理と指導に問題があったかとは言うまでもないと。むしろですね、進めてたんじゃないのかな、うん、そういう形でね、儲ける方法あるのよとか先輩の女子アナからですね、絶対に聞いていたはずなんです。絶対に聞いてました。これ絶対に聞いてたからね。あ、今更こんな締め付けをやったところでね、関係者の僕らから見るとですね、はぁと、今までずっとお前らやってきたじゃん、はぁっていう気持ちになるんだけどね、うん、で、ステマの放置は反社につながる。いや、そうなんですよ。ここが一番やばいんだよね、うん、で、公共の電波で得た知名度によるお小遣い稼ぎが許されないことはもちろん、今回のトラブルの相手がもし暴力団や反社会的な組織だったらどうなっていたんでしょうかと考えればですね、コンプライアンスやガバナンスの観点から極めて深刻な問題であることがわかる。本当そうですよね。2019年に大問題となった吉本興業の闇営業の問題では、一部の所属芸人が反社組織のイベントに参加をしていました。これは芸人が事務所の預かり知らないところで勝手に活動していて、それをですね、事務所が放置黙認していたと。
今回のフジテレビと全く一緒ですね、うん、つまり管理不足が原因ですと。これは今回のトラブルも同じ構図で、女子アナの闇営業をフジテレビが見逃していたような状況なんです。いや、まさにそうなんですよ。で、他社の社員ではなく、フジテレビの他の社員でもなく、局の顔である女子アナに宣伝の依頼が来た理由は、フジテレビの影響を当て込んでいるからでしょうと。そんなの当たり前ですよね。うん、わずか30万円分の無償のサービスで、フジテレビの女子アナが SNS アカウントに出てくれるなら、依頼したい企業はいくらでもありますよね。いや、それはそうですよね。フジテレビの女子アナって、ね、だってテレビ、普通に地上波の全国版のテレビの CM にも出てる方もいらっしゃいますから、それがですね、30万円でですね、写真撮らせてくれて宣伝に使わせてもらえるんだったら、企業としては何ぼでも金は、何ぼでも出てほしいよね。そらそうだよね。これは広告収入を、売上の柱とするテレビ局にとって自明の話だと。テレビ局がフジテレビはですね、そういった誘惑があることを知りながら、女子アナを処分する事態になるまで、何にも対策を打っていなかったのかということになりますと。むしろですね、これね、先輩女子アナが進めていたはずですよ。こういうお小遣いの稼ぎ方あるのよって、絶対進めてたからね、これもっとね、文春に突っ込んでほしいね。うん、で、今回は、相手方が普通のSサロンで、トラブルの内容も写真の削除を要求するなら、客として代金をちゃんと払ってほしいという正当な要求なので、まともに対処をすればこれ以上大きな問題にはならないだろうと。しかし、もし何十万円何百万円もの無償サービスを女子アナが受けた後に、うちの会社が関わるイベントで司会をしてくれと反社会的な組織が関わる仕事を依頼された時に、果たして個人で断ることができるんでしょうか。これ大問題になるな。で、このレベルまで発展すればですね、ステマや金銭トラブルどころの話ではなく、もはや脅迫でございますと。そして金品の提供から脅迫に発展することは、有名人が巻き込まれる典型的なトラブルでもあると。確かにね。で、そして問題が表沙汰になれば、反社会的組織とズブズブの関係と、とんでもないスキャンダルにまで発展してしまうと。フジテレビの対応の甘さ、遅さを見ていると、このレベルの問題が起きても全くおかしくはありませんと。ステマ疑惑がですね、多数のメディアで報じられたことから、社内で大騒ぎになっていたと思われるが、決して皮肉ではなく、むしろ小さな問題で済んでよかったですねと、相手が反社じゃなくてよかったですねと言いたくなるような状況でございます。複数の女子アナが大量の無償サービスを受けていたこと、他社の SNS アカウントに堂々と出演したことを改めて考えると、ステマや SNS の使い方に限らず、就業規則は周知徹底されているのか、何が問題か、社員も経営陣も理解しているのか、してないよな。そして、社員の行動規定として多くの企業が定めている社会通念から外れる、接待の禁止など、報道機関として他社よりも強く求められるコンプライアンスが適正に、なされているのか、あらゆる面で疑問と言わざるを得ないと。あんだけ吉本のことを叩いたくせにですね、マスコミ自体はゆるゆるというお話ですね。今回の問題の本質はステマではないと。報道機関の社員が多額の接待を受けていたこと、そこから深刻な問題を受ける可能性があったこと、そしてそれをフジテレビが防げなかったこと、さらには週刊誌では表沙汰になるまで社内で指摘もされず、経営陣は問題を認識すらしていなかったことだと。決して芸能データとして消費をしているような内容ではないんだと。いや、もうまさにその通りだと思いますよ。これね、俺ね、他にもあると思いますよ。はい。文春、探せ。はい。ステマは大きなトラブルの入り口。筆者は吉本興業の闇営業問題について論じた際に、芸能人も野球選手や力士のように反社に取り込まれないためのセミナーを受けさせるなど、芸能界が一致協力するべきなのではと書いたが、芸能界の範囲には女子アナも含めるべきでしょうと。下手なタレントやアイドルより各社の女子アナは知名度が高く、今回のような無償サービスの誘惑も現実に発生しているからだ。いっぱいあるからの他に、うん、で、今回起きた問題はステマか否かという小さな話ではなく、コンプライアンスとガバナンスに関する重要な問題として、フジテレビを含めてテレビ各社は認識するべきだろうという形でございます。本当にまだね、これね、なんだろうね、相手が反社でしたとかですね、ゴリゴリに闇営業やってましたとかですね、とにかく大きな問題にならなくてよかったですな、フジテレビな、よかったね。でもね、まあすでに俺が取り上げたしね、こうやってネットニュースになってるからね、大きな問題なんだけどね。はい、というわけでですね、マスコミはですね、吉本とかですね、なんだろうな、他者のことをですね、めっちゃ攻撃するけれども、自分はガバガバ、気がつけばステマ、気がつけば闇営業、気がつけばですね、女子アナが勝手にお小遣い稼ぎをしているというお話でございました。マスコミのことの話は面白いんでね。で、これね、俺ね、多分ね、週刊文春ね、まだね、ネタいくつかあると思います。これでさ、アナウンサーがさ、勝手に闇営業して、その先が反社でしたっていうニュースになったらですね、もう世の中大騒ぎになりますからね。で、僕本当に何かも言うけど、文春はね、多分ね、そのネタ持ってると思うよ、多分。いや、ガチで持ってると思うよ。うん。で、もう一応言うとですね、俺、いくつかさ、放送局知ってるじゃん。あのね、いいのかな？まあいいか。反社の身内とかですね、暴力団の偉い人の息子さんとかがですね、結構テレビ局いますよ。これめっちゃいるよ。俺なんなら、これ嘘だと思うんだと、俺そのテレビ局の名前とその人間の名前も言えるよ、俺。
結構そういうのいるから、あの、ね、文春。文春もそのこと知ってるでしょ？まあこれ業界では有名な話だからまあ大丈夫なんだけれども、知ってるでしょ？で、文春ね、多分そこ追っかけろ、追っかけろ。追っかけろ。マジでね、でっかいキー局1個潰れるくらいのネタあるでしょ。はい。これね、俺ちょっとしばらく文春から目離せんわ、これ、うん。というわけでですね、今後もですね、これマスコミのですね、おかしな話っていうのはね、ゴリゴリに追っていってやろうかなと思いますので、うん、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。